明けましておめでとうございます、関東地方の梅雨が明けたそうです。おめでとうございます。まあおめでとうさって、まあ、あれですよ、水が足りなくなったりとか、まあ、いろいろありますから、あれなんですけれども、まあ、いろんなことでこうやってうまくやっていけたらいいなっていうふうに思ってます。何の話でしょうか。まあ、とにかくおめでとうございますって言いたかっただけです。で、カラッと晴れてもうどんどん暑くなっていってね、もう今まで以上にこう熱中症とか、もう僕なんかはもうね太っているから、もう暑いのには本当に弱くて、それでも夏が好き。この間はあれですよ、行ってきました。あ、よかったよかったです。あれスカッシュさんの、劇団スカッシュさんの舞台見てきましたよ。ブルー、夏だったね。あれよかったな、あれよかった。もうまさにこれ梅雨明けしてね、また DVD とか売ってるみたいですから、ぜひ買って見ていただけたらなと思う。僕はなんでこの宣伝したのか分かんない、今のはちょっとあれですけど、まあ、楽しかったっていうことを伝えたかっただけです。とってもよかったです。ファンの方々もね、もうみんな熱くてね、うわーっつって、もうみんなすごい盛り上がってました。梅雨が明けたそうです。おめでとうございます。それとですね、何を言おうとしたのかな、そう、30日もうね夏ですから、新宿でエーサー、新宿エーサーっていうのがありますよ、あります。我がね、世論の、仲間たちの、武健子っていう団体も出ますから、あれでしたら、新宿行って、暑い中、もう今電池がチカチカしだしました。今こちら電池がチカチカしだしました。ぜひ、新宿エーサー見に行っていただけたらなというふうに思います。夏だからね、本当熱中症とか気をつけて、水とかばっか飲んでね、体調管理をしっかりした上でいていただけたらなって思うんですけど、それとあと一つ、僕の動画の焼肉双子屋さんのやつ、あれね、ちょっと見てみてくださいよ。見てみてほしい。パソコンで見てみてください。なんかね、一応ね、こうやってカタカタやってみたんです。僕 もう編集なんかそういうのも全然ダメなんですけど、もうおっしゃる通り、皆さんのおっしゃる通り全然ダメなんですけど、ちょっとねこうやって字を打ってみたのよ。でもこのスマートフォンとかって見れないね。僕も自分のスマートフォンでも見れないよ、携帯電話では。でもね、パソコンではね、そのちゃんと字見えるのよ。で、おかしいねと思って、島の同級生に連絡してみてから、ちょっと見てみてくんないっつって、パソコンで。そしたら、お、字出てるよっつって、おお、なんだお前、なんか白い字が出てきてるぞっつって言ってました。ちょっとなんでわかんない、それがどううまくいってるのか間違ってるのか、それは僕にもわかんないけども、ちょっと双子屋さんのやつ見てみてくださいね。今後ね、たまにそういう変な、記事もなんか変なことやろうとしてるんだけど、でやりきれてねえなっていうのがこうやって出てくると思いますんで、ちょっとそういうなんか早送りになったりとか、本当にただの早送りの時もあるんだけど、しだしたらちょっとこれ怪しいぞっつって、パソコンで見れる人はパソコンでもちょっと見てみてほしい。これどうやったらちゃんとなるのか、もう僕にも分かんない。正直僕にはもうすっごい手のあれはダメよ。もう本当僕はダメ。もう夏ですから、もうね、なんかのねだってね、夏のせいにしてっつって、夏のせいにしてダメだね、夏のせいにしちゃいけないこともある、それは僕も分かってますよ、そんなことは。まあ、でもとにかくスカッシュさんのね、舞台は楽しかったな、本当にね、さすがだなと思いました。本当に何の話でしょうか。まあ梅雨が明けましたという話、暑いから、僕なんか髪の毛もないからね、直射日光浴びたらもうこっちがもうやけどするようなことになったら大変だから、こうやって隠しながらして、日に当たらないところに隠れて、こう影のとこを狙っていったりとかして、水もたくさん飲んで、熱中症対策をしてくださいねっていう話と、30日に、武健子の、いや、新宿エーサー祭り武健子も出ますよっていう話、あとなんだっけ、あ、そう、その双子屋さん、双子屋じゃない、焼肉ホルモン、大阪焼肉ホルモン双子、まあ、ちょっとパソコンでちょっと見てみ、字がね、出てくるようにしたはずだったんだけどね、出てこないからパソコンの方で見たら出るかもしれないですっていう話です。暑いですけれども、頑張っていきましょう。あと秘密にしてたけどね、もう一個のチャンネル僕動かし出しましたよ。占いやってますからね。もうあの占いはもうあれよ、これ運気急上昇、これは右肩上がりって意味ですから、こうグラフにするとこう上がっていってる、皆さんから見るとこうやってグラフが上がっていってるっていう意味の右肩上がりって、もうね、もう何年も前にやってたやつですけども、最近またちょろちょろやりだしてますので、ぜひそちらの方ももしあれでしたらいかがでしょうか。よし、頑張って暑い夏を乗り切っていこうじゃありませんか。楽しくね。それでは。